はいどうもチャンプルーです。ということで今回は今流行りのジオゲッサーやっていきたいと思います。ちょっとこれ無料版なんですけどね、まあなるべく、まあ、結構ね進めるように頑張っていきたいと思います。ではねレッツゴープレイジャパンスタートゲーム、ピン、レッツゴー。高速に出ましたね。高速、ポケパ、なんだ、青森ですね。青森です。じゃあここから行きましょうか。ちなみにね、俺の趣味はこういう、なんていうの、この Google マップのストリートビューでいろんなところをね見て回るのが趣味なんですけども、まあ道の駅青森が見えたんで、ポケットパーク大平、青森なのは分かったけども、青森だけではね、どこのって なりますからね。何しかお答えください、失礼いたしましたってなるんで、田んぼっぽですね。田んぼっぽどこでしょうかね。お、これ何、青看板か。青看板取りたいところですけども、ポケパですね。ポケパもうね略語を作っていく。何号線とか絶対乗ってないよな、こんなところ。お、あ、三内丸山遺跡45キロ、オッケー。そうしますと三内丸山が確かここら辺でございます。すると三内丸山遺跡がここでございます。するとポケットパークが、じゃあここかな。ポケットパーク、ポケパどこだ。ポケパこう行って、三内丸山遺跡、ポケパが分かればね、もうすぐに分かるんですけども、もう結構南だよな、45キロってこと。ちょっと一回探しますね。もうちょっと情報が欲しいところで、今は、あ、ごめん。南向いてた、俺。南向いてましたね。なんで変なとこ向いてんだ、俺。あっと、何これ。何、緑でも何でもない、これ。何、外ヶ浜町役場10キロ。おい、ちょっとバカなことしちまった。ここじゃねえわ。ここだわ。あ、大平ありましたね。大平じゃない、大台だ。奥津軽今別。ここら辺だと思うんだが、ポケットパークが見つからない。ここが何号線か分かればいいんだけどな。なかなか見つからないところでございますわ。外ヶ浜ってどこだ？どこだね。三内丸山ってことは、三内丸山があるってことは、ここか。あ、外ヶ浜ってここか、もしかして。もうちょっと欲しいかな、情報。ちなみに、あの、桃鉄に出てくる菜の花っていう駅は、むつ横浜駅がモデルになっているそうです。まあ、それはいいとして、見つからないでございますが、ごめんなさいね、ちょっと、地図の使い方が荒くて。ここは何、あ、青看板ありました、青看板。この青看板を取って自分の場所をね読み解くのが大事でございます。何号線、俺は何号線にいるんだ。おにぎり、あ、これヘキサですね。ヘキサ1412ということは、14号、県道14号線12号線のところにいますと。
剣道、え十、え、剣道12号線ってどこだ。県道12号線東、東に住んでる。じゃあここか、ここ東に住むと青森外ヶ浜タッピがあるってことはここら辺か。じゃああった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 12号線、12号線を発見しました。12号線、今12号線を東に行っている。東、あ、外ヶ浜ありましたね、今。ということは、ここら辺か。今別、タッピと今別、五所川原44キロ。タッピ、今別、今別って言ったらここら辺で、タッピがこの部分なんですよね。そしたらどこだ？五所川原がここ。タッピ、今別、じゃあここ、あ、12号線、14号線、ここだ。ここ。奥津軽今別があります。え、どこ、え、どこだ。ポケットパークさえ分かればいいんだけどな。ポケパ、12号線、12号線ってことはここか。五所川原でしょ、西に進んでる。じゃあここら辺だと思うんですけど、いかがでしょうか。あ、キロポスト発見。これキロポストか、見えねえ。キロポストがあったように思えたが、今ここが東に向かってる。東青森でしょ、東青森。めちゃくちゃガバだと思うんですけど、お家に一回帰りますね。北東に進むと大平トンネル。大平はここです。大平トンネル、あ、わかった、あった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 、ここだ。
で、お家に帰って、ポッケットパークの前なんで、ここです。ゲス。オッケー。じゃあね、一回、終えますか。